井戸は竜の姿となり、彼方へと飛び去った。遠雷のように空に響いた方向は、まるで泣き叫んでいるかのようだった。ふぅ、たく理解が追いつかねえぜ。ようやくアンラマインも倒して、全部終わったと思ったのによ。本当、わけがわからないわ。どうして井戸がバハムートに？もし、だとすると。おい、ローラン、どうした？ずっと考え込んでるみたいだが。高信号を使って封じたのだとしたら、そうか、辻褄は合う。ルリアを操るために使われた道具のことか。それが何か関係あるのか？はい、リリスとバハムート、破壊と再生、全てはつながっていたのでしょう。何だいそれ、どういうことだ？ずっと謎だったことがあります。アンラマンユのことをよく知るリリスがなぜ15年前起動に失敗したのか。空のバハムートは強い星の力に反応し、その姿を表すとする説があります。それが正しかったのでは。ちょっと待って、話が見えないわ。15年前、リリスはアンラマインを召喚しました。その時同時にあのバハムートも顕現してしまったのでしょう。ただし皆さんの知るバハムートとは違う種です。仮にバハムートオルタと呼びましょうか。オルタはアンラマンユという想定外の強大な星の力に反応し、それを食らうために現れたのです。つまりリリスは突然現れたバハムートオルタに目的を阻止された。そう、だからリリスは二度と邪魔されないよう井戸にオルタを封じ込めたのか。方針を使って。しかしよ、じゃあリリスはなんで最後にそのオルタってやつを解放したんだ？この世界をぶっ壊したのか？あの時リリスは井戸さんにこう言ってました。空を引き裂き、世界に破壊と再生をもたらせって。オルタがもたらす破壊と再生により空の世界を生まれ変わらせること、それが彼女が残した救済の一部なのでしょう。いずれにせよ、これだけは確かです。このままオルタを放置すれば、この世界が破壊されるということは。なんだよそれ、倒すしかねえってことか。ねえ、井戸はどうなるの？まさかオルタごと倒せっていうの？井戸は見捨てない、絶対に。はい、あなたならそう言うと思ってました。あいつには貸しが残ってるしな、逃がすわけにはいかねえよ。ですが井戸君の意識が残っているかすらわからないんですよ。井戸はバハムートにだって負けない。そうだな、あんなにふてぶてしいやつだ、呼べば目を覚ますだろうよ。一度は私たちを任したやつだもん。呼んでダメならはっ倒してやりましょう。あいつなら大丈夫よ。まったく、そういえばそうでしたね。テンペールを救ってくれた時や、あの巨神エクスカリオンを沈めた時、そしてついにはアンラマインまで。皆さんはいつだって僕の想像を超えてきました、その絆の力で。わかりました、そんな皆さんを、皆さんの絆の強さを信じましょう。決まりだな、オルタに追いついて井戸が目覚ますまでぶん殴ってやろうぜ。うん、役に立つかな。
槍の扱いなら任せて。うんうん。頑張るよ。どれどれ？お？どれどれ？よし、行こうぜ。世界の仕組み、破壊の権化ですら失わせることのできないもの。思いや絆はどんな断りも超えてきっと力になる。それは暗闇の底でもがく井戸にだって届く。届けるために私たちはここにいる。だから私たちは絶対に諦めない。グランサイファーは暁の空を駆ける。悲しき破壊の竜を追って。受け取りました。
血の封印術なんですが、支援します。どうか井戸君を。できる限り持たせますが、時間との戦いになります。全ての力を出し切り勝ってください。これが本当の最終決戦ってやつね。行くよアルベス、ぶっ飛べ。それいや今バハムートオルザ、創生神をかたどった死銀の竜、破壊と再生をもたらし生命の進化を促す大いなる存在。神による破壊のサイクル、人が干渉するのは極めて愚かな行いかもしれません。それでも僕は空の人々の可能性を信じて、世界は進化しより良いものになっているのだと。オッケー、今ソフィエーション。人さんの痛み、悲しみ、虚しさ、少しの間だけど一緒にいたから知ってます。こんな悪いから皆さんは一番望まないはず。だから今もう一度ここだ。どうだ、ずば抜け。無駄無駄、バハムートが何だってんだ。聞こえてねえなら今度はオイラが殴るぜ。リド、君はリリスの強行の最大の被害者で、破壊神を15年間その身に封印していた真の勇士です。そんな君をたった一人の人間をも救えないのであれば、僕は僕を呪うでしょう。星の民である僕、思いと絆の尊さ、新たな世界のありようを教えてくれた空の民に報いたい。進化の性質を持つ彼らがより美しい未来を築くための橋渡しとなりたい。それが僕の望みです。星の民の不始末は、同じ星の民である僕にも責がある。神の犠牲となった空の民たちを見捨てはしない。この強さ、やっぱり普通じゃないわ。こっちも何か強力な攻撃ができれば。なら念には目をつけな。ルリア、こっちもバハムートを呼べねえか。少し呼べ、時間をください。リニオン、終末の光、破局をもたらす神の炎、神羅万象の断りを超越する力を持って、今ここまで空の全てを破壊するつもりか。インフィニットハンマー、これがお前の望むことなのか。違うだろ、ずば抜け。これで決める、プロミネンスダイブ。カリオットロ、これで終わりだ。アルスマビそこっちゃダメ。じゃあもう一投げ、任せとけって。こいつでしまいだ。貫け、突っ込む。団長、私も続きます。あー、鉄壁とブレード、ひらめけプロミネンスフレア。もう一丁、一丁上がり、ピー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 、絶好調だぜ。ぜひさあここだ。からの、いけ、力の瞬間
つながった。しかし、これではまだ。やろう、ぶっ放してくるつもりだ。みんな、私のところへ集まってください。みんな、ルリアの元へ急げ。私が、みんなを守ります。ルリアちゃんの。お願い、スパーナイト答えて。ミキ大使だ。ミト、だがこれはオルタンを抑えます。その間にミトさんを。これはイド君そのものを確認して転入していたのか。イド君のこの姿は人の身に破壊神を宿しているんだ。したがって存在権の主従は未だイド君にある。であれば希望はあります。肉体が分離している今、イド君とオルタの霊的なつながりを立てれば。まだまだここだからの。もう一度いじけてんじゃねえぞイド。このまま世界をぶっ壊しちまったら、お前の心も気持ちも全部嘘っぱちだったってことになるんだぞ。
完全には勝てない。しかし人の姿を取り戻した今が最後のチャンスです。俺はもう何が本当で何が嘘かわからない。諦めんじゃねえ。空のためにバカ力で何もかも守ろうとしてるわけ。お前だ、守り抜いて証明するんじゃなかったのかよ。自分の本当の気持ちってやつを。本当か、自分自身の気持ち、心の中の思い、それこそが井戸さんなんです。それのものでもない、本当の井戸さん自身。思い出して、ほら井戸。この力でソラもルリアもお前たちも。あの空間の相手は、そうか、ウォルタが本来存在している空間のゲーム、カズレアに寄り代となる肉体を喪失したオルタはこちらの次元に定着し続けられない。ここが最終局面です。ああ、こいつを倒しリリスとの反省にケリをつける。気に食わないだろうが、俺に与えた竜の力せいぜい利用させてもらう。こんな状況だというのも不思議と焦りを感じないままに。俺たちは歴戦の帰空者だろうな。どんな困難も力を合わせてくぐり抜けてきた。いろんな人と出会って、いろんな敵と戦ってきたわね。もちろんこの空域でも。俺は感謝してるぜ。感謝と、お前たちと空の旅ができていることによ。私も同じだ。空を守るため必ず勝つ。私たちの旅はここで終わりません。やっちまおうぜ相棒。でもってみんなでまた旅の続きだ。レッツ行け。なれ南海のテンペスト。はい、ここだった。ここは一気に乗るよ。リドス、確かにあれ、俺の胸の中、思いってやつが分かるんだ。これは偽物じゃない。間違いなく本物の俺自身だ。闇の炎の子、何時の名は、バハムート。やりました。オルタは核を失い、別次元の空間へと落ちていきました。なんとかなりましたね。世話をかけた。それじゃあグランサイファーに戻ろうぜ。まだだ。
全く無茶が過ぎますよ。心配なく、すぐに戻ります。無事なのか？どこにいんだ？どこでしょう？とても遠く？おい、ふざけてる場合か？バハムートを封じ込めた空間、次元の狭間とでも言うべきかしら。でもこうして通信が届いているということは、いえ、残された時間はわずかでしょう。じきにこの通信も途切れてしまうかと。内側からゲートに干渉できないとは誤算でした。なんとかならないの？ああ、落ち着いて。まあそう心配しないでください。僕は便利屋ですよ。自分のトラブルくらいなんとかしてみせます。お任せあれ。ローランド、そうですね、僕が戻るまでの間、ポルカのみんなのこと少し気にかけてもらえるとうれしいですね。こんな大変なことになってしまって、みんな不安に思ってくれてた。最初にたどり着いてローランさんと出会った町ですよね。償わなければ。お、母上の分も俺が。まあそう器用もんじゃねえぞ。そうだ、君の力がなければどうなっていたか。井戸さんがみんなを助けてくれました。井戸さんはずっと世界が良くなると思って戦っていたのを私は知ってます。だから償うとかじゃなくって、大変なことはありましたけど、空の世界はより良くなったと思いますよ。行ってみましょう、ポルカへ。だな。
とにかく謝らせてくれ。特にお前たちには。辛気くせえな。気にしてねえって言っただろ。少なくともここの連中はな。グランデ空域はエインステッド軍とフォルカに向かって全速前進だ。私を助けてくれました、ありがとう。ローランさんにもちゃんとお礼言わなくっちゃ。新たな空、ゼーガグランデ空域、そこで私たちはいくつもの絆に出会った。追いかけ続けた家族という願い、時とともに空へ抱いた温かな希望、そして失って手繰り寄せてもう一度つないだ私とルリアの大切な絆。この空の物語はまだ終わらない。あの人はきっと私たちを待ってくれているから。私たちの旅もまだまだ終われない。空の果て、約束の地、イスタルシアを目指して。